それではいただきます。お疲れ様です。料理研究家ヒロさんキッチンです。今日はですね、時間がかかるから全く参考にならない究極の二郎系チャーシュー丼の作り方です。今日はですね、もう僕が食べたい料理を作りたいと思います。はい、これです。もう今日のレシピは時間がとにかくかかるのでほぼ参考にならないと思います。最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。それではまず材料の方から見ていきます。はい、豚バラブロックですね。あとこっちはもう調味料になってます。それではまず下味に半日かけます。豚バラブロック肉にこの重さの 0.5% の塩とその半分の砂糖を揉み込んでいきます。もうここはしっかりですね、しっかりすり込んでおきます。塩の粒がなくなるまでですね、ちょっと表面が光ってくる感じですね。しっかり揉み込みます。ただラップ、はい、それではですね、このまま冷蔵庫で半日寝かしていきます。で、余分な水分を抜いて肉の中心まで塩味を入れておく。これが最後の煮込みの時に効いてきます。それでは明日に移ります。デイ2になりました。さて肉見てみましょう。いや、いい感じで肉引き締まってますね。これ昨日半日って言ったんですけど、実はなんやかんやあって24時間置いちゃいました。それでは次焼いていきたいと思います。ではまずフライパン温めて油の方から焼いていきます。ちょっと、あ、いい感じですね。こんな感じで全面いい焼き色がついたら焼きは終わりです。これで一回火止めておきます。そしたら次は煮込みです。まあでもただ煮込むとやっぱ肉の味が抜けちゃうので、煮込み用のスープ作っていきます。鍋温めて油引きます。香味野菜ですね、ニンニク、生姜、とえのき入れちゃいます。軽く塩振って蒸し焼きにして旨味引き出していきたいと思います。えのきって思うかもしれないんですけど、実はえのきはまた旨味が違うのでチャーシューの美味しさ引き出してくれます。はいっと、こんな感じでえのきがくたっとしたら準備 OK です。肉入れてきます。よいしょと。で、肉を入れたら浸かる程度の水入れてきます。で、あと火を強めて沸騰させます。これ肉を煮込むときに大きいブロックのまんまで煮た方が肉の旨味が出にくいんですね、スープに。はい、沸騰してきました。ただこんな感じでポコポコ沸くぐらいの火加減でだいたい10分くらい煮ます。そしたら一回火を消して余熱でじっくり火を通していきます。で、この時に保温性のいい鍋があればいいんですけど、なかったら土鍋とか使ってもらうとすごく調子がいいです。では一旦火を消してこのまま約余熱で1時間ほど火を通していきます。はい、こんな感じでもう一回沸騰しました。そしたら火を消して蓋をしてこのまま1時間また余熱でじっくり火を通していきます。こんな感じで沸騰させて火を止めて1時間余熱、これをだいたい6から8回繰り返すと豚肉トロトロになってきます。繰り返すと豚肉トロトロになってきます。
グツグツ煮れば2時間とか3時間なんですけど、まあ、この方法だったら、まあ、結構ガス代節約になるので僕はこれでやってます。でこの余熱で火を通している間に漬けダレ作っていきたいと思います。鍋、みりん入れます。火をつけて一回沸騰させてアルコール飛ばします。はい、アルコールが飛んだら醤油、煮汁を入れます。で火を消したらこれで漬けダレの完成です。はい、あとは余熱が終わったらゆで卵と一緒にタレに漬けていきます。ちょっと今日はねちっちゃい袋しかなかったのでちょっと半分切っていきます。どうでしょうか。プルンプルンです。またゆで卵とともに漬け込みます。さあこの状態であともう半日ほど寝かしたらやっと完成です。はい、まさかのデイ3まで突入してしまいました。それではですね、これやっとできたチャーシュー、これ切って、ちょっとフライパンで焼いて、丼にしていきます。いや、いい感じですね。ちょっと贅沢にいっちゃいましょう。極厚でいこうかなと思います。油は結構もう抜けてるんですけど、それでもかなりすごい油感残ってますね。じゃあフライパン、温めて、いいですね。やっとここまで来たって感じですね。あんなに大きかった豚バラがやっぱこうこれで1本分なんですよね。はい、もやし入れていきます。軽く塩振って卵もね一緒に温めていきたいと思います。はい、もやしが温まったらこれで完成です。あとは丼に盛り付けていきます。はい、完成しました。それではいただきます。まず野菜ファーストっすね。まず野菜ファーストっすね。うん、うまい。ちょっとチャーシュー、うわ、めっちゃ柔らかい。いただきます。うん、うわー、もう作ってよかった。うんまっ。チャーシューにしっかりニンニク味入ってるんで特にニンニクとかいらないですね。ちょ、ご飯、うんうん、うんまっ。さて、いかがだったでしょうか。普段作ってる料理も好きなんですけど、僕はこうやってたまにもうとんでもない時間をかけて一品作るなんていうのも楽しくて、ストレス発散みたいなのもあるのかなとは思うんですけど、もう本当に今日のはまあぜひ作ってくださいとは言えないんですけど、またお時間ある時にですねお試しいただけたら嬉しいです。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。